長谷川監氏は、日本の実業家である。武田薬品工業取締役会長、経済同友会代表幹事を呼び、東京電力ホールディングス株式会社の取締役を務めた。また、日本経済団体連合会評議委員会副議長、アメリカ委員会委員長、日本製薬工業協会会長などを歴任。一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブ、評議員。 元三局委員会アジア太平洋地域議長。2017年6月28日からは、武田薬品工業相談役を務める。1946年、山口県日置町に生まれる。福岡県立周遊館高等学校を経て、1970年、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学卒業後、武田薬品工業に入社。 工場勤労課、人事部、労働組合、国際事業部に所属した。1986年からは、アボットラボラトリーズとの合弁会社である、ドイツ武田社長、1988年より、武田ヨーロッパ社長を務めたほか、1989年より、TAP ファーマスーティカルプロダクツ副社長、1993年12月より、同社長を務めた。 1998年10月、武田薬品工業医薬国際本部長。2001年6月、取締役経営企画部長。2002年4月、取締役事業戦略部長。2003年6月、代表取締役社長などを歴任した。社長就任後は、グローバル化、ダイバーシティの名のもと、海外企業の買収。 海外ライバル企業からの外国人の幹部多様、優遇策を進めた。2014年6月、グラクソスミスクラインでワクチン事業を統括してきたクリストフ・ウェバーを後継の代表取締役、社長兼最高執行責任者に選任させ、自らは代表取締役取締役、会長兼最高経営責任者に就任した。2015年3月、 武田薬品工業はクリストフ・エバーを4月に CEO とする人事を発表し東京電力は長谷川監視を社外取締役に起用する人事を発表した2009年2億2300万円の役員報酬を2011年度3億500万円の役員報酬を2012年3億100万円の役員報酬を2013年3億500万円の 役員報酬を2015年4億5000万円の役員報酬を受けたと報じられた。2017年6月28日の武田役品工業定時株主総会において取締役を退任し相談役に就任した。株主総会に先立ち株主15名が元最高責任者の相談役や顧問は経営面で 強い影響を持つとし1、定管の一部変更、2、取締役の解任につき、株主提案された。会社は、ウェバー社長名で、これに反対を表明、長谷川監視会長が、総会後に退任し、相談役になる人事を4月に発表しており、相談役が、企業統治上、影響を及ぼすことはない。同志の報酬は、現報酬の、約12%で、 社用車や、専任秘書は置かない予定と説明し、全株主に書面を追加送付した。6月28日の定時株主総会においては、株主提案として、不儀されたが、反対多数で否決された。2014年から2020年にかけて、三局委員会におけるアジア太平洋地域の代表、及び議長を務めた。2011年4月27日、 立候、桜井正光の後を受け経済同友会、代表幹事に就任した。2013年1月23日発足の産業競争力会議の民間委員を務めた。同会議では、雇用、人材分科会主査として、2014年4月22日に、個人と企業の成長のための新たな働き方、残業代ゼロ制度導入を提言した。 2011年7月20日、政府から来年以降の明確な解決策が示されない限り、企業は国際競争を生き残るために脅しではなく海外シフトを考えざるを得ないと初心を明らかにした。2014年4月、自身が提案した残業代ゼロ案にサービス残業の合法化につながると批判を受けたのに、 対し、日本の経営者はモラルが低いのかと抗弁した。ありがとうございます。